Hey guys, thank you、so、much for checking Chris's guys, you out so for room 今日のビデオでは頑張ってるだけでは幸せになれないっていうのを頭の中にぜひ入れていただきたいんだよね今日のビデオはもう昔みたいに頑張ってたら成功できる頑張ってたら幸せになれるっていう時代が変わってきてるのよ。 ね、これ気づいた方がいいと思うんだよね今の時代頑張ってるだけだったら成功できないよ頑張ってるだけだったら幸せにできならな,ないなぜかっていうと成功自体の意味が今2019年になって大きく変わってきてるっていうことなんだよねなんか正直言って まあね、バブルの時代まではもう頑張ったら、まあ、とにかく嫌いでも好きなことでも何でもいいから頑張ってたら成功できるみたいなのがなんか時代として流行ってたと思うのねもう本当に会社の中で特に男性エネルギーっていうのかな男性だったらもう頑張れば認められる。 ね、家族の娘の誕生日かもしれないけど会社から呼ばれていや「ちょっと仕事やってくれ」って言ったら「おっす」みたいな感じで仕事で頑張ってで頑張ってたら給料も上がるし成果も認められるし実際に、まあ、特に日本の場合だったら、ね、戦争で負けた国だから、ね、80年代とかを考えるとものすごい日本が強くなってたんだよね。だからその 会社だけで認められるっていう感じじゃなくて、奥にも強くなるみたいな感じで、すごいなんちゅうのかな。There was a connection between your work and how much effort you were putting into.But things have changed. ね、時代が変わってきてるわけよ。どういうことかっていうと、今、頑張りすぎてると、当たり前のことが見えないんだよね。当たり前のことが見えなくて、 逆に頑張ってるから不幸になっちゃうっていう流れが僕は大きく今地球社会に流れが大きく来ているっていうことを本当に心の中から感じてるんだよねどういうことかってうとやっぱり頑張りすぎると当たり前なことを見えなくなっちゃう当たり前なことって何かっていうと自分の心自分の人生にとって大切なこと ね、例えばさっき言ったように1980年代で仕事頑張ってて、ね、自分の子供の誕生日なんだけど会社が頑張ってって言ったら「はい」って言って頑張るっちゅうのはかっこよかったかもしれないでもそれ2019年で自分の娘の誕生日でパパが戻ってくるのをすっごい大切に待ってる子がねそのなんか会社が、ね「ちょっとあの何々君ちょっと今夜あの明日た9時の営業のレポートがあるからさそれちょっと。 今夜徹夜徹しててて頑張っっくれないかって言ってそれを断らない、ね、そのような感じで人生の中で一番大切なことかもしれない、まあ、結構この当たり前っていうのかなその部分が見えなくなっちゃうようなことが頑張りすぎてると怒っちゃうんだよねで今度この「頑張りすぎてる」っていうのが習慣になってくると断るのがもっと難しくなってくる。 ね、これはパーソナルの面で言ってるんだけど実は今世界中に大きいことが起こっててマジ人類が当たり前なことに気づいてないっていうことが世界中で大きく起こってるんだよね。まあ、どういうういこととかっていうと ね。あのー、みんな、アマゾンの火事の話聞いてると思うんだよね。あのー、2019年の1月に、ブラジルに新しい大統領、ジャイル・ボルソノーロ大統領っていう人が、まあ、大統領になったんだよね。で、彼が大統領になってから、アマゾンでいっぱい火事が起こってるわけよ。で、どういう火事が起こってるかっていうと、アマゾンの森を燃やして、まあ、切って、燃やして、で、そこに牛が、 牛のファームをやってビジネスを上げていくエコノミーをやっていく、まあ、普通に1980年代とか70年代60年代のビジネスモデルで考えるとすごい、まあ、MBA 的に正解っていう、まあ、やり方だと思うんだよねビジネスをやって国の。 お金をもっっと増やしてて豊かにするってでもそれをやってると今どうなっちゃったかっていうとものすごいアマゾンの森が燃えててすごい煙が出てるわけよ。で ブラジルのの NASA みたいなのがあるんだよ、ね、これあのブラジルのスペースエージェンシーの INPE っていうところがあるんだけどそこが NASA とデータを提供しててめちゃくちゃ煙が上がっててオゾンねグリーンハウスとかいろんな環境問題が大変なことになってるなっていうのが分かったわけよでこのブラジルの NASA の INPE っていうところが政府にちょっとこれマジやばいっすよって このブラジルの森、アマゾンの森燃やしたら、アクシジンがなくなっちゃうよって、今本当に大変なことになってるよっていうデータを出したのね。そしたらブラジルの大統領が、いや、そんなことないよって、そのデータは間違ってる。そのデータは嘘だよって言ったわけよ。で、そこで、この INPE の、まあ、トップの人、ディレクターのリカルド・マグナス・オソーリオ・ガブオン。ね、これね、名前めっちゃ難しいんだけど、その人が、おい、大統領、それちょっと違うよ。そんなこと言っちゃダメだよって言ったわけよ。 で、大統領は何をしたっていうと、その人をクビにしたのね。で、今でもアマゾンは燃えてるわけよ。ね。だから、どういうことかっていうと、ね。この、今、人類的に、この、頑張りすぎてるっていうことの、フォーカスが、当たり前な大切なことと、結構ずれてるっていうことが、いろんなレベルで今起こってるんだ。 ね、これをもうちょっと進んでいくとこの間の日本でもあのあの多分ニュースとかに出てると思うんだけどグレタ・トゥンベリさんのスピーチ聞いたことあるかな、ね、国連のスピーチなんだけどね。 How dare you? ね、彼女が言ってたのは本当にこのビジネスとかで世界の環境を崩していて私の息子私の息子の息子とかね n d c h i l d r e n の人たちはね同じ地球を楽しむことができない、ね、この環境を崩すようなビジネスなんで止めないのって言ったわけよ。 ね、でもちろんその彼女がそのスピーチ行った後にトランプ大統領も彼女をバカにするような発言を彼の,あのツイッターでやったわけよね,ねだからどういうことが今起こってるかっていうと時代に変化が来てるわけよで自分にとって大切なことをもう一度見直す機会が今すっごい高まってるっていうか来てると思うのね でこれがパーソナル。自分の個人のレベルでも行ってるし、人類的なレベルでも行ってるわけよ。まあ、どっちかっていうと、個人、グループ、国、世界みたいな感じになってると思うんだけどね。でこれをよく入っていくと、僕が感じているのは、何ちうのかな、ちょっとね、右脳と左脳みたいな感じなんだけど、ね、the right brain and the left brain なんだけど、僕は男性エネルギー。 そして女性エネルギーって呼ぶと分かりやすいんじゃないかなと思ってるんだよね。で、まあ、男性エネルギーっていうことをねこれがちょっと攻めていくエネルギー、ね、ゴールを決めてこのゴールにたどり着かないと大変なことが起こるからもう頑張らないといけないそのためには努力が必要頑張らないといけないんだって、ね、これが男性エネルギーなんだよね。まあどっちかっていうと攻めるめちゃくちゃ努力する。 ね、ゴールを決めてゴール以外のものはもうあの消してもいいからゴールにたど,たどり着こうぜっていうエネルギーで女性エネルギーその逆のエネルギーっていうのは癒しのエネルギー育てるっていうエネルギーねどっちかっていうと大切なことにフォーカスできて手放せる勇気ゆとりがある委ねるっていうエネルギーだと思うんだよねで僕はこの全体的に 男性エネルギーが今ちょっとこの男性エネルギーでまあこれがちょっと僕がさっき言ってた頑張りすぎるっていうか昔のやり方って僕言ってるんだけど男性エネルギーに今この時代で男性エネルギーにめちゃくちゃフォーカスしてると幸せになれないと思うんだよね今なんか時代的に肉食男子と野菜男子野菜男子だねなんだっけこれ 草食男子っていうのが今まさに地球で、まあ、特に日本だけじゃないんだけどいっぱいこの最新国にいっぱい増えてるんだよねこういう男子がで他にもいろんな変化が地球中に起きているそれはどういうことかっていうと LGBT の人たちとかねその体のなんちゅうのかな体と心の 違いみたいな、このニューチュラルな、ね、これ、すごい、なんか時代のこのバランスの流れが今来てるんじゃないかなって感じてるんだよね。で、この大きい時代を無視して、昔のやり方を続けていくと、どうなるかっていうふうに考えると、多分、心が枯れちゃうんだよね。ね、これ個人的に、 頑張りすぎてるような感じで働いていると、まず自分のセンター、どこにフォーカスして生きていくのか。このバランスだよね。それを見失っちゃって、誰かのためのゴールに働くっていう風になっちゃうと思うんだよね。で、これは会社のゴールになるかもしれないし、他の人から認められるためのゴールに動いていくかもしれない。 例えば会社のためにめっちゃ働くさっき言ったように自分の子供の誕生日があるんだけど社長から言われたらその人のために頑張る、ね、会社のために努力してでその本当は人生で自分をケアしていって自分をケアすることによってもっと自分の仕事もわくわくするようなところに変化が、ね、変えたりすることができたりとか家族のこととかいろんな、ね、ことにフォーカスできるんだけどそのエネルギーを仕事に使っちゃう。 頑張るんですかちゃう、ね、そうするとどうなるかっていうともちろん行動のベースが恐怖になってくるよね,ね失敗するのが怖いから頑張るっていう風になっちゃうんだよね。で今これを続けていると環境問題が持たなくなっちゃうっていうのはもう明らかになっていると思うんだよね。 チッピングポイントっていうのがあってそろそろ人類が近づいているのはこのままのビジネスのやり方を続けていくと環境が崩れてあるこのままいっちゃうと地球の温度が変わってこれが変わりすぎるとグレーシアとかが They're start melting gonna で温度が変わって氷が溶けて この水がが増えてて行き過ぎるるとと戻れなくなくっっちゃうよっていうよいことが来るんだよね。で、多分人類はもしその道を行ったらその辛い経験を通してこういうふうにやっちゃダメなんだって気付くと思うんだよね。ねだから2020年から2023年ぐらいの大きいテーマはこの環境問題っていうところなんだけどこの環境問題はやっぱりこの 男性エネルギーっていうのかな頑張りすぎっていうところを自分をそのエネルギーにあ今頑張りすぎてるなっていうのを気づいたらそこから自分を引かないといけないっていうテーマが入ってくると思うんだよね。ね例えばトランプ大統領が悪いから今環境問題になってるんだっていうそういうことじゃないのよ。自分が今どののぐらいのエネルギーに 男性エネルギーと女性エネルギーに偏ってるんだっていうのを気づいて自分をセンターに持ってくるっていうところから始まっていくと思うんだよね僕は、うん。だからね特にこの男性エネルギーで仕事で今すぐ成功したい、ね、新しい車が欲しいもっと高い給料が欲しいアパートが欲しい。 ね、こういうクリスが言ってる今僕が言ってるこういう女性エネルギーっていうか家庭をケアするとかね自分の体をケアするとかもっと瞑想するとかね心のケアするっていうのは成功した後にやるよっていうねそのやり方がしあそれでやっていると幸せにたどり着けないと僕は思うんだよねでじゃあ何をすればいいのかって何をすればいいのかっていうとちょっと 二つの僕のアイディアを今日ちょっと提案したいんだよね。一つは、男性エネルギー、ね、攻める、ゴールをつけてわーってやるのを、そこまで本気でやらなくていいっていうことなんだよね。そこまでゴールにたどり着かなくても幸せになれるわけよ。で、逆に、そもそもそのゴール自体が、ちょっと間違ってるかもしれないわけよ。 ね、例えばもっっと高級アパート欲しいから頑張るんだって正直言って高級アパートを手に入れてもこれデータとかに持っても明らかになってるんだけど高級アパートに手に入ったから幸せになれるかっていうと本当に最初の数ヶ月は幸せになるかもしれないんだけど意外とそうではないんだよね。意外と幸せっていうのはやりたいことをやりたい時にできるとかそのようなお金で買えないことが幸せの中ででっかいっていうのはもうデータで明らかになってるわけよ。 ね、なのでこの男性エネルギーをやるときはまず最初の目的を心の中から幸せにする愛で生きていくっていうところにフォーカスして男性エネルギーをやるときは楽しいからやるワクワクするからやるやってて面白いからやるみたいな感じにちょっとレベル ゴールのレベルを下げていくっていうのが一つ個人的にやってて、あ、これ面白いなって思ってるコツなんだよね。で、もう一つ、もう一つこれ男の人にすっごい怖いのが、特に成功している男の人とか、成功したい人、ね、の男の人にめっちゃ怖いのは、成功を諦める勇気なんだよね。ゴールを手放す勇気なのよ。この委ねるっていうのかな。 自分を育てるために手を抜くっていうのをこれ以上怖いこととがないと思うんだよねでこれはすっごい魂のいい魂の勉強になるんだよねでこれはどういうことかっていうとインンンデディペンデント自分でやらないといけないいいとけ世界が怖いから自分で自分の面倒を見て自分で成功させて自分がケアギバーにならないといけないっていう力をこのエネルギーを手放してみんなで一緒にいるから大丈夫なんだ。 ね、みんなで目の前の大切なことにフォーカスしていったら僕たちは大丈夫なんだっていう風にこれを手放していくっていうのが特に男性系のエネルギーが強いい人にには非常に難しいことなんだよねこれが次のレベルのリーダーシップになっていくと思うんだよね。ねなので まあ具体的にどういうことかっていうと例えば YouTube やってるんだったら YouTube の再生数を上げるために YouTube をやるんじゃなくて YouTube が楽しいからやっていくそこまで結果にフォーカスしないでやっていくそういうふうにやると広角レンズで自分の人生を見ることができるからね目の前にある大切なこと当たり前なこと気づくことができるんだよね。 これはぜひブラジルの大統領のジャイール・ボルソナーロさんに伝えたい一つのメッセージです。ね、でもブラジルの大統領も怖いのよ、ね。怖いのよ。このままアマゾンを燃やさないで、ね、ビジネスを上げなかったらブラジルがダメになっちゃうよ。だから僕たちはブラジルの農業を手伝ったりとか、ね なんかもっとそういう水のリサイクルとかいろんな環境問題を手伝うようなやり方にビジネスをシフトしていかないといけないんだよ。ね、昔は売り上げを立てればいい売り上げを立てて高速ビルに会社,を、ね、会社の売り上げを立ててやればいい、ね、自分にベンツ買えばいい、ね、家買えばいいとか今はそういうところじゃないんだよ。 本当の幸せっていうのはそういう怖がってる人たちを手伝っていくことじゃないかなって僕は思いますなので是非今日からやっていただきたいことは今自分がフォーカスしているところはどこなんだろうでそれを広角レンズフォーカスするっていうからもうちょっと一歩二歩三歩引いてみて今やっていることは本当に大切なのかな自分の人生の中で本当に大切なことにいけるのかっていうことなんだよね Alright, you guys, thank you so much for checking out this video and I will see you in the next video. I hope you have a great week. Arigato! Love you guys!